こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はカート取得の要件、間違えた情報ですね。それについてお話します。良い評価を集めてもカートは取得できません。これはね、こう調べてみたら、良い評価を集めるのは何といっても効果的とかね、良い評価を集めるのは、カート取得に有効なのは当たり前とか、まあ、多分ヤフオクとか eBay と勘違いしてるんじゃないかなと。いう情報発信が非常に多いです。で、これね、SEO とか詳しい方だったら、そんなアホなことあるわけないとすぐ気づくんですけど、基本的にこのカートを取らせるとかね、SEO で上位表示するとか、まあ、非常に似てる仕組みで運営されてます。なぜなら、Amazon の、カート取得とかね、上位表示とかいうのは、Google の、テクノロジーを応用していると。Google を辞めた人がね、Amazon で働いてたり、そういう形で運営されてます。ですから、良い評価をね、意図的に集められる良い評価を、集めてもカートは取得できません。で、日本のカート取得の要件にもですね、良い評価がプラスになるなんてのはどこにも出てこないです。で、逆に、注文不良率で購入者からの評価っていう文句が出てきて、悪い評価は確実にマイナスになります。評価1とか2はマイナスになります。ただ、だからといって、裏返して良い評価を集めれば OK かというと、そんなこともないと。まあ、こういうヒントはですね、他にも転がっていて、セラーのパフォーマンスですね、見てみても、普通の注文と、問題ない注文を何件やったかっていう項目はありますけど、良い評価を何件もらったかなんていうのはね、一件も出てこないんですね。そんなわけで、もうこれ勝手な思い込みですね。良い評価を集めてもカートは取得できないのに、良い評価はカート取得のプラスになってるに違いないと。なぜなら、Amazon や、ヤフオクや eBay では、まあ、それが基本だからというね、短絡的な発想でおそらく考えてられるのかなと思います。Amazon の場合は、もう、どちらかというと、Amazon、ヤフオクとかね、eBay というわけではなくて、Google の攻略に近いです。SEO に近いものがあります。そのわけで、操作をできるものをプラスに持ってってるというのはね、非常に考えにくいというか、まあ、はっきり言ってありえないことになってます。そんなわけで、良い評価をまず集めましょうというようなね、情報を発信しているところの、ブログを参考にしたり、あるいは塾やスクールに入っている方、まあ、今のままではきっとね、効率よく稼ぐことはできません。転売アカデミーの、情報をチェックしてみることをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。